ウィルコム沖縄株式会社ウィルコム沖縄は沖縄県において移動体通信及び PHS 事業を行う日本の電気通信事業者であるソフトバンク株式会社の子会社旧親会社の Y モバイル株式会社と同様 Y モバイルブランドを展開する2004年12月3日設立当初は DDI ポケットとアステル沖縄が共同で 事業を展開する予定だった。しかし、各地域アステルグループの全国ローミングが終了決定したのに伴い、外部環境の変化を理由に、アステル沖縄が会社生産を発表。沖縄電力、DDI ポケットアステル沖縄の3社の協議によって、その受け皿として、沖縄電力、QDDI ポケット共同出資のウィルコムナワを設立。 2005年1月25日に、アステル沖縄からウィルコム沖縄に全事業を譲渡し、営業開始した。アステルブランドの PHS 事業を行っていた、株式会社アステル沖縄の営業を譲り受けることを目的として設立された経緯から、アステル沖縄の親会社の沖縄電力株式会社も、会社設立の時点で20%出資していた。 2005年3月31日付で、琉球放送株式会社が6%を出資し、沖縄電力は14%に引き下げた。2019年4月付で、ソフトバンクが全株式を取得し、完全子会社にした。主な業務は株式会社ウィルコム Y モバイルの端末やサービスの再販業務である。料金収受や企画、サポートはソフトバンク、Q ソフトバンクモバイル、バイモバイル、E アクセスイルコム、DDI ポケット本体が行う。この点は KDDI における沖縄セルラー電話株式会社と異なる。2010年2月のウィルコムによる会社構成方針請について、同社市会社は申請しておらず、ウィルコム沖縄の事業については対象外で影響はないと発表している。ただし、ウィルコム本社、 当時と兼任の役員は本社の役員の退任と共に退任している。アステル沖縄から引き継いだ契約数は約32,600契約。2011年10月末の時点で加入件数は71,200件。2011年6月の時点で県内でのシェアは約5%。なお、 ウィルコム本体の全国でのシェアは2011年11月時点で約3%である。2012年3月期決算は過去最高を記録。営業収益は34億円。経常利益は2.4倍の3億8700万円。当期準利益は2.2倍の2億1800万円となり、それぞれ過去最高となった。2014年6月1日付で、 親会社がウィルコムを吸収合併された E アクセス株式会社、同年7月1日付で Y モバイルに社名変更に変わった。同年8月1日には E アクセスが展開していた E モバイルとのブランド統合に伴い、ブランド名が Y モバイルに変更されるとともに、QE アクセスが担っていた沖縄県内の移動体通りの契約もウィルコム沖縄が担当することとなった。 ただし、E、アクセス級契約は引き続きはイモバイル。現在は、ソフトバンクが担当し、E アクセスの旧プランとなる端末の契約も、ソフトンクとの契約になる。よって、ウィルコム沖縄は、旧ウィルコムブランドの契約と Y、はい、モバイルブランド移行後の契約を手掛ける形となる。なお、イモブル 4GS など、Y、モバイルブランドへ移行後のプランへの変更に際し、機種変更や、 契約変更なしで行える場合は、プラン変更後の契約会社がソフトバンクからウィルコム沖縄に変更を取る。また、利用料金等はソフトバンクへ再建譲渡を行うためソフトバンクから行われる。2015年4月1日付で Y モバイルがソフトバンクモバイルに吸収合併されたため、以後の親会社がソフトバンクモバイルに変更された。 2018年3月31日、ソフトバンクとウィルコム沖縄が、PHS 事業の新規契約受付を終了した。全身会社から引き継いで、名誉顧問に、オロく国を、琉球放送代表取締役会長、沖縄セルラー電話取締役、中井慎幸太、当時、沖縄電力代表取締役会長、元、アステル沖縄代表取締役会長、 非常勤、ナワセルラー電話監査役、取締役会長に、ウィルコム本体の会長、後に、取締役相談役の木下隆一が兼任した、他、代表取締役社長には、中里浅勝、トラステッドテクノロジー株式会社技術顧問が NT、勤務時代に、PHS 事業立ち上げに参画した経験などから、抜擢された。2009年10月1日、 発足時から社長を務めていた中里が取締役に退き、公認には中本久志章が就任。その後、ウィルコム本体の会社構成方針請に伴い、同社と兼任している役員が総辞職し、現在に至る。2017年10月1日、中本が顧問に、公認には岩出春彦が就任。年月からは、坂本秀が、 社長就任、現在に至る。この他沖縄県内には、直営ではないワイモバイル店舗が2019年9月で24店舗、ある、うち、離島にが店。その他、家電量販店でも取り扱っている。ノーウィッキー、ノーウィッキーウィルコム沖縄も、郵送の請求書や振込払い郵送の請求書は、有料である。アステル沖縄の料金プランや、 独自提供されていた高齢者や身体障害者など向けの基本料割引サービス、ハートフルコース等は一部を除きウィルコム沖縄でも引き続き提供されていたが2006年8月末をもって定額プランのハートフルサポート全国展開によりハートフルコース家族割引の新規受付は終了したこのうちハートフルコース家族割引については 高齢者をターゲットにした割安な料金体系にしていることもあり、サイト閲覧機能などが省かれたシンプルな機種に制限されるほか、標準コース利用者が選択できるメール放題などのオプション契約ができないなどといった制限がされていた。ハートフルコース、家族割引が適用できる機種は当初は日本無線製 RJ3003SRJ3002V と、 三洋電気製 RZJ90 で、すでにいずれも生産終了している。その後、既存契約者の機種変更需要のため WOM 対応機種の WX220J も選択できるようになっていた。沖縄県内では、w i l c o m Y モバイルのテレビ CM とともに、w i l c o m 沖縄のオリジナルテレビ CM も放送されている。w i l c o m 沖縄の CM では、独自に、 Y モバイル沖縄のロゴを挿入している。また、ウィルコム沖縄で、独自のイメージガールを起用しており、前述のテレビ CM にも出演している。六代目イメージガールのマタマハシサヤ以降は、一般公募で募集されている。2012年の、ウィルコム夏の学生祭では、マタマハシサヤのチラシが、全国の量販店などで配布された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。